皆さんこんにちは、アイチです。ということでこれ持ってるということで、はい、いつもな、はい、アイチンですって言ってからのその間は何なんですか。いつも何喋ろうかな。考えていってください。今日は上野に来ております。まずご覧の通り、はい、上野はね、初です。私実は駅広すぎません？めっちゃ広い。なんか待ち合わせ場所言われてさ、はい、なんか今日電車で来たの、はい、上野のことあんま知らないなと思って、はい、駅が広すぎてなんか待ち合わせ場所言われて、え、どこみたいな。迷子になりますよね。全然書いてないのもん。ということで今日上野に来たんですけど、初です。上野恒例企画、はい、ノーブラリ旅 in 上野、イエーイ。ということで、上野の街をノーブラリしていけたらいいなと思っています。なんか今日は晴れてる割に涼しいという。そう、今日ね、涼しいんですよ。昼間雨だったからね、はい、涼しくはないね。暑いね。暑いですけど、比較的なのに、なんか海に行く格好できちゃったまあなんか上野は、上野動物園だったりとか、はい、アメ横とか飲み屋街とか結構面白いのいっぱいあるので、まあ、アメ横でちょっとなんか食べ歩きしてもいいですし、ね、アメ横は有名ですね、はい、なんかちょっとやりたい、やりたい、アメ横やりたい、はい、ブラッとできたらなと、はい、上も結構ブラリーできるんじゃないですか。めちゃくちゃでかある、飲み屋街とかもあるもんね、はい、アメ横行きますか最初。はい、はい、じゃあ行きましょう早速。アメ横ってさ、なんかちょっと中華街チックってこと？外で飲むお店もありますし、うん、なんか雑貨屋さんとか、うん、いろんなのがあるとこですよね。洋服とかもあるし、いいね、本当にいろんなお店が詰まってる。なんかしかも安そう、うん、上野って上野動物園？そうですよ。あ、そうなの。めっちゃ近いです。動物園行きます？この間行きました。あ、嘘。あ、今日は行かない。今日は行かないです。へー、上野動物園、はい、すごいタイムリーです。あのデートで、いいね。動物園デートできる女の子がいるって良くない？なんか暑くてさ、やっぱさ、動物の匂いとかあれだからさ、嫌じゃん。そう、嫌なのよ。結構嫌なんだけど、やっぱ動物園に行きたいっていう女の子可愛いじゃん。可愛い、ね、いいと思います。好感度上がるっていうか、なんか、ね、いいなって、ね、いいなってなるよね。ちょっといつもノーブラリ旅で地域の説明してるじゃないですか、うん、上野はすごい、結構ね、めっちゃ混んでる。高めの家賃なんですよ。住みやすそう。あの、私の、 あの仲いいプロデューサーの人がなんか上野詳しくて、うん、なんか上野の話をよく聞きます。意外といい家があると。上野はね、ワンルームでも12万ぐらいするんですよ、家賃相場が。1LDK だと17万ぐらいなんで。え、なんで？結構いい値段。え、なんでそんなするの？やっぱ路線がいろいろこう複数あるっていう、アクセスがいいのと、あ、だから駅が広い、まあ、あと賑わってるからじゃないですか。ここは今多分御徒町通りみたいな、え、これはアメ横じゃないの？隣がアメ横です。え、すごくない？御徒町通りからもうやっちゃってんじゃん。はい、なんかちょっとあの韓国とか台湾のなんか屋台、うん、分かる、分かる、分かる、なんか感じ。え、すごい、すごい。あ、あれ、あれですよ、生搾りジュースのやつ。すごい、でもパンダ押してるね、やっぱ、うん。なんかさ、韓国さ、よく行くじゃん、はい、だからなんかこういう通りとか来ると、うん、あ、ちょっと韓国っぽいな。確かに。今日は昼飲みではないんですか？昼飲みもできます。本当ですか？しますか？まあ、お店に許可取れれば、まあ、回っていいところがあれば、はい、なんか昔からあるお店めっちゃありそう、うん、なんかちょっと老舗感ありません？あるある。え、これアメ横？ここがアメ横です。え、ちょっと写真撮って。アメ横って書いてある。え、あんの？ここなかったっけ？ありますよ。そこで撮った方がいいんじゃないですか？どこにあんの？あっちか。あっちが入り口。アイちゃんってノーブラリ旅しに来てるっていうより写真撮りに来てますよ、いつも思うんですよ。バレた？はい、いや、インスタグラマーじゃないんですよ
バレた？違う、インスタグラマーだからじゃない、違う、間違えた、 YouTuber をしてください。そう、インスタグラマーじゃないから、こう写真を撮るタイミングがあまりないわけよ。はいはいはい、ね、なのでここぞとばかりの時にやっぱり撮らないと。ちょっと安いの、こういうとこで買った方が安いと思いますよ。はい、宣伝、あれ結構女の子のお店とかっぽいですね。上野もでもあるんだね。いや、上野こそじゃないですか。そうなんですよ、キャバクラみたいな、とか、あとまあ風俗とかもあるんじゃないですか。あ、でも上野キャバクラ一回行ったことあったわ、今思い出した。その話聞きたいです。ロッカ座の人たちと、うちの事務所の社長とかマネージャーたちとみんなで打ち上げで、そう、打ち上げでキャバクラ行った。しかもうちのコンカフェ行った後にキャバクラ行った、上野の。やっぱ秋葉とさ、上野近いから。え、そう、思い出した、上野一回来たことあるわ。事務所の人たちあるあるな、変わった女の子いると愛の名前を出して口説くっていう。上から愛の名前を出して口説くってこと。そう、人の名前使って口説くって。すごいみたいな。なるほどね。そう、なんか老舗みたいな感じがすごいいっぱいあって。でもこういうさ、多分コスメ系とかはさ最近じゃない。なんて言うんだろう、乾き物っていうの、なんかナッツみたいな、とか、干しイカとか、あー、もう売ってるねみたいなのが売ってるお店が結構多いイメージあります。確かに。あ、すごい、コーヒー豆売ってるとことかもある。本当だ、八百屋さんみたいなのもいっぱいある。みんなさ、この辺でなんか買うんだね。おかち町、おかち町の駅も隣、そうです、他から全然近いです。へぇ、この辺良くないですか。うん、いいじゃん、ゼロプリンね、そこ聞いてきてくんない。はい、ということで、ちょっと急遽良さそうなお店見つけたので、うん、交渉して、ありがとう、はい、すごいね、入らせていただいたんですけど、なんか広いんだけど、外もあるし、2階もあるっぽいし、めっちゃ広いし、このなんかネオンのやつめっちゃ良くないですね。良い、流行ってますね、ネオン。ここはアメ横ガードした飲食街、うん、っていうお店、うん、めっちゃ2階広いです。へー、上野ってさ、上野もさ、こういうなんか飲み歩きみたいな感じなのかな。うん、あ、そうだと思います。めちゃくちゃ安い、そして本当だ、ウーロンハイください。キュウリ食べていい？食べましょう。やみつきキュウリ。ありがとうございます。すごい。かわいい。かわいい。あったよね、なんかこういうの。なんだっけ？あれですか？新宿歌舞伎町タワーだ。なんか入ってたよね、こういう中にさ、あのお酒が。黄色くて。あ、なるほど。え、歌舞伎町タワーの。そうです。渋谷横丁。へー、すごい。系列店にめっちゃ行ってる。はい、はい。うん、おいしい、これ。いただきます。わさびすごくないですか。なんですか。わさび大好き。え、おいしい。何これ。おいしいですね。うん。おせんべい。いや、お疲れ様です。嬉しい。久々に入れました。あ、やっぱ外だけだってさ、うまっ、だいぶわ。いただきます。いや、撮影会だったんですよ、あの、そういえば。あ、ですよね、お疲れ様でした。どうでした、どうでした。あ、ごめん、なんか飛んじゃった。なんか噂には聞きましたけど、人すごかったっていう。すごかったです。大成功。うん、あ、よかった。大成功、ありがたいです。すごい盛り上がってくれたし、私のテーマが、はい、女の子もお客さんもまた来たいと思う撮影会にしたいって思ってたんですけど、はい、みんな女の子も楽しかったって言ってくれて、あ、よかった、はい、とても良かったです。
なんか撮影会参加したことない方も結構いて、うん、とか普段写真は撮ってるけど女の子撮ったことなくてみたいな人とかもいて、あのそういう人も全然携帯で撮ってる人もいるから、全然初めての方も、ね、雰囲気柔らかいですよね。そう柔らかい、ガチガチじゃない。やっぱ人が増えても全然雰囲気柔らかかったファンの方みんな優しいですよね優しい、ずっと来てくれてる人たちが、うん、なんか一個だけ反省点があって。あ、何ですか？それはなんと終了時間が1時間半もしてた、うん、なるほどすごくない？あ、それほど盛り上がったってことなんですか？なんか今日撮影してて愛ちゃんの雰囲気すごい変わったなと思ったんですけど。なんで？わかんない、髪型メイク変えました？なんか前髪切った。系統がいつもとなんかちょっと違う気がする。え、嘘、うん、え、なんか変、ね、いやいや、可愛くなったって意味です。嘘、嬉しい、うん、なんでだ、なんか雰囲気変わったな。え、なんでだろう、最近朝ヨーグルトとフルーツにしてるあ、それで変わるんですね。あ、かな、だよね、変わるのかな。え、そうじゃない、わかんないですけど。え、そうじゃない、絶対。そう、体を内側から綺麗にしていくみたいな。そうそうそう、食べ過ぎてたから。なるほど。あとなんせ最近自分の時間がめちゃめちゃあって、実は、うんうん、あの昼間本当にニートかと思うぐらい暇なんですよなんかいろいろ落ち着いてきたってことですよね。え、そう、なんかさ、みんなさ、やっぱ撮影とかあってさ忙しそうじゃん、はい、で遊んでくれる人もまずいないし、うん、で、なんせ最近やることはあんまりないのよ。はい、まずゆっくりはできてるってことですね。そう、だからおかげでもうジム行って、酵素浴行って、エステ行っての日々。いい、いいじゃないですか。だから、なんか結構今めっちゃ美意識上がってます、そのおかげで。わかんないですね。すごくない？食べますか？いただきます。これ何？それは初とかじゃないですか？ちょっと食べてみてください。あ、うまい。そうか、何かは分からない、うん、そう、でもやっぱりこうロケが増えて、うん、飲んでんの見てんの好きとか、散歩してんのいろんなところに行ける気分になるから好きとかも言ってくれるファンの人も結構いるけど、うん、やっぱりドッキリが好き、はいはいはい、っていう人撮影会にもいた。いや、まあずっと家で撮ってるよりかは外の方がいいんじゃないですか。うん、街で声かけてくれる人も結構いるし、確かに、より愛ちゃんがなんか身近に感じれるじゃないですか。確かに。外でじゃあドッキリやってください。他撮りが大変そうですね、タイミングがあればなんかさ、今ちょうどさ、タイムリーでさ、誹謗中傷の話題がすごいじゃん。はい。なんかああいう話題がめっちゃ上がるとさ、すごいなんかファンの人がインスタの DM でクソほど心配してくんの、はい、みんな。なんかみんなが騒ぎ始めるんで、愛ちゃんは大丈夫ですか、なんかあったら、あの、言ってくださいみたいな。めっちゃ優しいの、みんな。めちゃくちゃいいファンの方だよね。本当にファンの人めっちゃ優しくて、なんかみんな言ってくれんの。でも私、寝たら忘れるんじゃん。うん、でもマジで忘れんの、はいはい、なんか嫌なことまあ言われたことはあったかもしれないけど、もう忘れたなと思うわけ、はい、だからなんか心配しないでほしいなって言いたい、ファンの人に。なるほど。あの、嬉しい。でもなんかそれこそ i チャンネル大体1年前ぐらいからドッキリ始めたじゃないですか、うん、でそれこそ僕が声出したりとか、うんうんうん、やっぱコメントで声キモいとか書かれてましたから、ね、嘘嘘、悪口じゃん。悪口ですよ、余裕で、はい、え、気にしてた。めっちゃ気にしてました。確かにちょっとなんか言われてた時気にしてたよね。そうそう、なんかあのだから出始めの今はもうないものとして扱われて、もしくは定着してきたから、あ、まあそうです、コメントない見ないですけど、でやっぱきなんかキモとか、うん、書かれてると傷つきますよ、ね、確かに、嫌だね。怖
声キモはもう直しようがないですないもんねそのものを否定されてる気がして本当だよね、確かに。でもなんかはたちゃんがなんかこの間ツイッターでなんかアナルについてなんかすごい肛門のなんかバトルみたいにしてたえ、だからそれはこれ話していいのかな、 なんかお尻のことについて口論に、口論になったってことですか。なんかあのそのツイッターに、はい、あのエゴさせたら、はい、あのなんか畑のゆいはなんか男のアナルを掘っててあれはなんか拷問だみたいな、なんか悪口をすごい男のアナルに何ですか。あのセミバンを入れて作ってる作品があって、それについてなんかすごい言われたっぽくて、で、はたちゃんはちょっとまあ半分面白がって、はいはい、なんかちょっとバトったの、はいはい、で、結構なんかバトってたのね、はい、で、なんか結局なんかその肛門のそのなんかことで文句言ってくる人がどんな人も知りたくなっちゃったみたいで開示請求するじゃん言ってて、ちょっと面白いなそれだからそれはさ、もうさ、はい、もはやさお金取りたいとかじゃなくてさ、興味本位ですよね。そう、なんかどんな人がもう肛門についてそんなキレてんだっていうあの知りたいの、はいはい、なるほど、っていう、はい、あの多分気持ちらしいんだけど、はい、っていうかそうなんだけどおもろくない、普通に。いや、めちゃくちゃちょっと恥ずいじゃん、しかも、はい、いやですね、肛門についてさ、なんかバチバチにキレてさ開示請求されてさ、なんか名前出されてさ、結構恥ずくないっていう話をね、していて。なるほど、うん、はい、ということでどうですか。え、なんか面白かったですね、ちょっと。え、面白いよ、はい、なんかアメ横の良さを知りつつ、うん、ちょっと久々にこういうところで飲みながら。飲みながらだとさ、結構いろんな話できますね、意外と。やっぱ歩いてるとさ、なんかその街についてになっちゃうから、はい、まあ、多分今日一は畑野さんの肛門の話だったと思うんですけど、そうだ、使ってあげてください。ちょっと面白かったです、はい、ということで、ね、っていう回でしたね、今日は。はい、良かったです、面白かったです。あの上野の魅力を教えました、はい、動物園も行きたかったですけど、うん、じゃあ次回は上野動物園 in ノーブラリ旅ですね。あ、じゃあノーブラリ旅 in、 楽しい、え、楽しいあれじゃないですか、どのみち動物園嫌じゃないですか。うん、まあ、全然いいですけど、はい、ということで次はあなたの町に行くかもしれません。それではまた会う日まで、ありがとうございましたバイバーイ。